ケーニヒシュトゥール天文台のブルース式天体写真理、ケーニヒシュトゥール天文台は、ドイツ、ハイデルベルクの丘ケーニヒシュトゥールの頂上にあった天文台である。1774年に設立されたマンハイム天文台が、マンハイムの観測条件の劣化により1898年にケーニヒシュトゥールに移転したのに始まる歴史のある天文台である。 1967年には、マックス・プランク研究所の天文学部門が隣接して、設立された。2005年から、ハイデルベルク大学天文学センターとなっている。1898年6月20日バーデン大公のフリードリヒ一世によって、グロスハーツェグリーチバースタンワルテとして、発足の儀式が行われた。観測部門は、マンハイム天文台の所長だった。 カールビルヘルム・ファーレンタイナー、W、カールビルヘルム・バレンティーナーが率いる一天文学の部門と、マックス・ボルフの率いる天体物理学部門から構成された。ファーレンタイナーの引退した1909年から、ボルフが両部門を監督した。マックス・ボルフはスポンサーから資金を集めた。アメリカの事前家、キャサリン・オルフェー・ブルースの資金で、新しい高性能の望遠鏡を購入した。 天文台で行われた研究には、星雲の研究、小惑星の探索がある。ボルフやその後継者は800を超える小惑星を発見した。カールライン・ウートは1912年から1957年の間に約400の小惑星を発見した。ケイニヒシュトゥール天文台で発見された小惑星には、最初に発見されたトロヤ群の小惑星、アキレスなどがある。 また、1927年6月1日に発見した、小惑星体の小惑星 1927LA は、同年7月5日に観測されたのを最後に、行方不明となっている。行方不明となっている、小惑星の中では最も古い記録である。2005年に天文台としての機能は廃止され、ドイツ連邦研究所になった。ハイデルベルク大学の理論天体物理研究所と、 天体計算研究所は合同してハイデルベルク大学天文学センターとなった。ありがとうございます。